ですか。大きな大きな。ということは、じゃああげましょうこれで先生の対応。あげます。ちょっと一緒。私の顔とどめですよ。はい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 、いやこれ全然変わっても変わってもいいぐらい気持ちよ。こうやったらこれ、あ、分かりました。安部先生が膝を乗せる方の膝があったかいんです。どちらにしても今右がすごいですから。そうですか。触る膝があったかいんです。僕にはすごいな。いや俺も目ずいぶん柔らかくなってきたよな。うん、すごい。うん、ジンジンしてます、膝。気持ちいいですね。おかげさまで。ああ、気持ちいい。このね、この頭、空気の中に頭を突っ込むと瞑想状態になるんですよ。いや、もう僕、瞑想状態ですから、ずっとさっきから。先生、ほんとすごいよね。完璧に瞑想してますよ。本当にそうよ。私のもう一人の弟子じゃなくてはパートナーにトミーさんっているんですよね、はい、その彼がやっぱりトモさんのことを大事にして、あ、でそのトミーさんっていうのはどちらかというとこの高橋先生みたいな寡黙な男なんですよ。うん、でもっと愛想悪いんだけど、愛想悪いっていうかお上手も言わない男なんだけど、先生が話聞いてても大体イメージが湧きますね。どんな感じの方でもね、愛情がすごい深い男なんですよ。なんだろう、友情と愛情とね、義教心があるとかね。本当になんかすごい義理人情がつそうな感じっていう感じが今伝わってきました。義理人情しかないぐらいの男ですよ。不愛想だけどね、だけど義理人情がすごい。本当にそれこそ国定忠臣です。だから群馬県だからね、国定忠臣。そうですね、ギャンブル大好きだし、じゃあ国定忠臣。そうそうそう、酒飲むやんは違うでしょうけどね。男らしい男ですよ、そういうところは。やっぱ彼もエンジニアです。多いですね。すごいエンジニア、それも。だって、あの野村さんだって。そう。だから IT 関係多いですよね、今ね。多いですよね。うん、本当に。あと武道やる方で。そう、武道と IT とスケベが多いですね。スケベはそれは男はしょうがない。違う。男はね、いや本当にスケベだから。そう。だけどあのグレースさんもかなりもんみたいですよね。ええグレースさんもかなりいろいろそっちの方詳しいみたいですよね。ユミちゃんほどじゃないでしょう。ユミちゃん、はい、名古屋のユミちゃん。ああ、先生記憶力いいね。あの人はもう超実践派ですからね。体中が大まんこって感じですからね。わかります。先生は素晴らしい。あって自分でもあんだけ公言しておってすごく仲もいいっていうかね、そういう付き合いがあるからやったら後からそうはちょっとあれ困りましたな。強要ですよ、強要。はい、分かりました。いいですね。トモさんと高橋先生すごい。あ、膝がね、気持ちがいいやってるわけだ。今までにない感じです。タッチですよね。先生、その先生のその気が多くお分かりになって使えるっていうのは本当のね、おじい様のあれですね。群馬県のね、先生。いやー気持ちいいね、本当に。おじいさんも手かざしたことありましたよ、ね、子供の頃に来た時にお腹こうやってたり、すごいこうやってたりやってることありました。すごい先生、兄さんってですね。手がすごいよ、頭がそうでポカポカして。もうすごいですよ、だね。もうビリビリしちゃう。手すごいね、ほんとね。ツルツルだし。そうでしょ、そうツルツルね。もうほんとツルツル。ツルツルビリビリですね。はい、それがチンボにしたらもう痛くしょうがないですよ。いやー、ちょっともうよかった、そこなくて。人がそこに襲ってますよ。来なくてよかった。ギャル二人。ギャル二人ね。ギャル二人も同じ人は大変だよな。脱粉しちゃいますからね、私のはね、これ。いや気持ちいい。全然もう話した瞬間に分かりますもんね。
そうですか、うん、今左行ってません？左です、両膝。左行ってますよね。そうです、そうです。すぐ分かります。さすがですね。全然暖かさが違います。はあ、ああ、目覚めてきた。ああ、目覚めてきた。こういうことをね、科学的で説明じゃないけど、すごいですよね。ちょっとクラクラしてるんですか。そう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 。先生本当に似てますよね、振動数を折るとね、こういうとこね。振動数っていうかこう状態がそっくりだよね。こう頭にくるんですね。そうですね。あ、似てる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 、そうそう。こういう感じでいくんですよ。ああ。自然動向みたいだよね。こんなに賑やかな気候ないけどね、すごいですよ本当に。今は前後揺れですね。そうそう前後揺れ、はい、一緒ですよ先生。でも気持ちいいね、めっちゃ気持ちいい。なんか溶けるっていうかさ、メルティングっていう感じ。ぐにゃぐにゃぐにゃってなるね。え、はい、先生今日の武道もすごかったですよ。老師範でね、それはもともとめちゃめちゃ強い先生だけども、はい、脳梗塞やってもう77、78のおじいさんじゃないですか、はい、力はまあ根倉さん師範でも絶対衰えてると思うんですよ、はい、でそこで僕があの指折りに行ったんですよ。一本指も指一本指持ってガッと折りに、はい、その瞬間投げられてましたよ先生が指折りですよ本当に。1本も1本だけですよ。あの金玉蹴ったりね、指で1本っていうのはレスリングも反則じゃないですか。もう関係ないですよ。1本持たれた瞬間にプランって投げられますよ。もうそうそうそう、それでかもしれないです先生。ちょっと膝、今日はちょっと膝炎症起こしてますよ。あ、いや、やっぱり、はい、投げられた時の受け身かなんかわかんないですけど、 それで膝が内側がちょっと炎症を起こして、お願い、その通り、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当そうなんです。なんか膝の内側がなんか反応してるんですよ。すごいね先生。そういうわけではないですけど、なんかだから痛そうだからさっき正座してたからやめた方がいいです。そうそうそう。やめた方がいいですって言ったんですよ。ありがとうございます。じゃあ2人のこのジョイントをちょっと言ってます。ジョイントっていうか、あ、俺はジョイントって言ったらね、あ、ジャンクションって言ったんだ俺が、はい、吉井線の前で、はい、したらジャンクションもですけどそこジョイントですよねと。ああ、さすがジョイントだ。ジョイントってことでしょ。はい、そう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 、あのジャンクションはそうだよな、そこはジャンクションは信号だよな、交差点だよなって言ったからそうだった。もういろいろ先生いますよ、私の周りが英語先生まで。いやいやいや。でも本当にね、暖かいな。じゃあこれ、はい、言いました。あ、いた、あ、いた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 。これすごいね。これすごい。あ、あ、オーガズム生態みたいになってきたこれ。これすごい、これすごい。やっぱここはすごいですね。頭の中ピーンと来てるんですけど、いや、なんかちょっと息が詰まるみたいな感じです、はい、頭に来てます、ここすごいエネルギーですね。頭に来てます。なんかこの間先生が、はい、あの、あ、脳幹のところに、あれか、あれ、あ、耳呼吸、耳呼吸、あの耳瞑想、いや、あの、そうじゃなくて危ないよ、気を、うん、ここに貯蔵するっていう、そうそう、 あれはね、脳幹呼吸法、それです、それ先生よく分かってんじゃん、それみたいに、あ、ちょっとやめた方がいい、やめた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 、もっとスローダウン、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 やっぱここすごいですね、かなりきますね。いや、本当に今あの気が全部ここにバーンってきちゃってたから、あ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 、まじまじ、いや、僕も一瞬気が、あの、息が苦しくなりますよね、うん、やっぱりそこは強すぎだな、強すぎですよ先生、ねえ、ちょっと少しちょっと何ですか、じゃあ先生後ろ向きで遠隔、はい、じゃあ抜くから、はい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 、須藤先生が僕と一緒に上調しすぎて
ね、行きます。はい、落とします。はい、ああ、先生。肩も頭のとこだね、本当に。本当に後頭部、ね、後頭部。うん。ここら辺に。そう、そこ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 。そこ。ああ、落ちてきたよ。うん、ああ、ほんと、ほんと、大丈夫。軽くなりました。ね。はい、はい、大丈夫、はい。はい、お願いします。ああ、よかった。はい、はい、はい、はい。なんか冗談みたいな話だけどね。よかった。行きそうでしたもんだって、本当に。ねえ、だからちょっと僕も怖がりやめたんですよ。あと、僕だって、うーっと今来た。本当にもう、こう、崩れて起きそうだった。そうそうそう。すごいですね、これ。こうね、多分、もうね、いっぱいに入りすぎちゃった。あ、入りすぎちゃってるから、これ以上入んないのにバンバン来てるからこうなっちゃったんですよ。あ、ね、すんごい入りましたもんだ、もうずっとこうやってるだけでずっと感じてるんですよ。やめましょうね、そこはね、はい、もうやめます。あ、そこやめましょう。じゃあ今度新しいんで、この膝のこれ、教えちゃん教えた、ここのとこ、このところ、これもね、これ実はね、手でやるんじゃなくて足で、足で、これ。あ、先生、先生ってじゃん、ね、あれこれでしょ、それ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 、これ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 ですよね、うん、あ、これあ、それですね、それもね、ここですよ、ここ、ここじゃなくて、はいはい、ここ、ここ、ここ指の付け根のちょっと下、そうそうそう、ここ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 、はい、はい、感じてます、僕も指、そう感じてます、指なんかいろんなの、次が違いできますね、これ、よしえちゃんの発見、ふーちゃんは足指足根法とかね、はい、あと膝とかあるんですけど、はい、吉江ちゃんはこれ、はい、私はここですか。あれはすごかったですね、先生ね、あれね、はい、言えないけどね、すごいよ、発見していいですね、ね、はい、いや、だからね、本当にね、こう生徒さんと修練するたびに発見するんです。いいですね、それも、ね、ありがたいです、うん、あ、よかった、今頭ずーんってしてきたから、うん、どうなっちゃうかと思ったんですけど、うん、またすっきりしました。よかったです、はい、もっとやろうと思ったけどやめました、悪いからね、あ、体中の10万ぐらいあったかいです、全部すごいですね。ちょっと今タイムが、もうですか、あ、すごい上がってる。さっき36度2分でしたっけ、6度4分だった。もう 0.2 度上がった。ああ、本当だ。はい、ああ、本当だ、はい。先生、ちょっとこれでここに移してください。さっき36度2分って言ったんですよね。はい、それがで、今先生と一緒にやったら36度4分です、ほら。はい、すっげえ。0.2 度上がりました。あっという間ですね。はい、あっという間だろう。はい、すごすぎです。あ、ちょっと危なかったですけど。そこはやっちゃダメですね、はい、そこはやっちゃダメですね、はい、ああ、よかった、あ、まあ、いっぱい溜まってますよ、すっごい体中に溜まってる感じ、あ、こうやってるだけじゃなくここから出てます。ああ、そうですか、はい、あ、気持ちいい。ああ、患者さん来たらやってあげたいな。ああ、ぜひぜひ、先生、だって20分 3万円ですか、これねえ、そうですよ、20分3万円のやってるんですか、これすごいですよね。はい、高い先生、本当すごいよな。うん、男らしい位置ですね。いいね。あ、いい、素晴らしい。ベリーグッドです。先生もしかしてすごいな、本当な。さすがですよ、先生。